藤原道隆は、平安時代中期の苦行。藤原北家、摂政関白大常大臣、藤原兼家の長男。下には、正二位、摂政、関白、内大臣。一条天皇の叔父。花山天皇大事件で、父喧家の世を受けて、宮中で活動。老いにあたる一条天皇の即位後は、急速に昇進した。娘、定子を女御として受大させ。 後に中宮のとなす。父、喧嘩が死ぬと、後を継いで関白となる。調整を主導するが、わずか5年ほどで病に倒れ、着難、これちかを公認の関白にと願うが、天皇からは許されず、隠れ御子だ。父の喧嘩は、英雄天皇に道かの道母妹の戦士を、女子として送り込み、戦士は、怪人親王を生んでいた。また、同じく道母妹の長子は、 冷静上皇の女吾となり、伊佐田親皇を生んでいた。栄冠2年8月、遠友天皇が花山天皇に上位すると、道高は十三味に助せられ、東宮となった海人親皇の東宮圏内部に任じられる。花山天皇の外祖父は喧嘩の冒険、これまさで、のこれまさの子の喧中名古に義地下が、外王子となり、天皇を補佐していた。 花山天皇と外籍関係を持つ吉地下は脅威であり、そのため喧嘩は孫の怪人神皇の早期の即位を強く望んだ。かんな二年、喧嘩は策を講じ、張飛を失って落胆していた花山天皇を三、何の道かねがそそのかして代理から寺へ連れ出し、騙すようにして出家させてしまった。天皇が消えて宮中が大騒ぎになっている間に、道高は弟、 道綱と共に、真珠宝剣を東宮御所へ運び込む役割を果たした。そして、速やかに、海人神皇が即位した。一条天皇の祖と祖父、喧嘩が摂政となり、着難道高は、生産未県中納言から樹二県内納言へ、一気に引き上げられた。永遠三年二月内大臣を廃す。道高はこれ以上官位が進むのを望まなかったようで、この間、 永遠元年10月、11位に少女されるべきところを、着難、これ地下の性行為した女尺のために譲っている。永祖2年正月、道高は、長女、帝主を一条天皇の女吾として受代させた。同年5月に、病のため金園が関白を辞すると、変わって、関白、ついで摂政となった。7月、当、喧嘩が公居する。古事団などによると、喧嘩は、 自分の後継をどの息子にするかを、腹心の藤原在国、平らこれがか、多米国大らと図った。在国は、胆力のある三男、道金をふさわしいとした。一方、これ中、国平は、着所の女によって、長男、道高を押した。結局、後継は、道高となり、この話を知った道高は、在国を花肌に組み、関白色につくと、 直ちに在国不死の勘を奪った。三河殿が異となり、10月に、帝氏を中宮のとした。省略2年来大臣の勘を辞して、道金に譲った。省略4年4月22日に、再び関白となる。省略6年正月、次女、厳氏を、交代し、伊佐田新郎の人し、高級政策の強化を図った。だが、それからほどなく、道高は病に不死。 長徳元年3月9日、一条天皇に皇帝、着手の内大臣コレチカを内乱都市政務を委任し、後継者にしようとしたが、病中の内乱のみ許され、コレチカに関白の位を譲ることは許されなかった。4月3日、関白を辞し、コレチカの関白就任を再度創上したが、叶わなかった。同6日出家し、10日皇居。去年43。 死因については、当時流行して、多数の貴族の命を奪った薬病ではなく、酒の飲みすぎなどから来た飲み水病の悪化がたまたま、この時期に重なったものと見られている。道高没後、その意思に反して、弟、道金が関白となり、以後、中パ白化の急速な衰退が始まった。 道兼は道高の後を追うように没するが、もう一人の弟である道長が内乱に任せられ、これに反発するコレチカと争った末にコレチカは没落、移行中干拓化が政治の中枢に立つことはなかった。そうした事情からか、道長やその着手の寄り道が道高の怨霊を恐れた。長元二年、寄り道が東三条殿にて病に倒れた際に、 音苗詩からはここは道高が皇居した場所で、その鬼霊が病を引き起こしているとして述べ、それを聞いた寄り道は一時的に東三条殿を退避して喧嘩の弟である不可覚に長伏の記念をさせている。大鏡や枕の葬詩などによれば、道高は大酒のみで軽口を好んだ朗らかな人であったらしく、不気な一面もあった。大鏡は藤原成時、 ともみつを飲み仲間とし、道宝が酔っ払って、人前で烏星を外した頭を晒した話や、亡くなる際に念仏を勧められたが、極楽で飲み仲間のなり時やともみつと再会することを喜んだ話を伝えている。その一方で、要望が単精だった上に、一人への気配りが行き届く気の広さを持ち、皇居直前に鮮明を伝えに来た、倉人島源俊方は、 彼の優れた立ち居振る舞いを、後々まで忘れずに口にかけたという。大鏡の福足くんと道高の甲では、喧嘩の60歳の画で舞台に上がってから舞うのを嫌がった、福足くんを見て道高が老いを捉えて、共に舞い誰もが感嘆したという。山城守、藤原森人の娘との間に第一子の剣、大納言道寄りを設けたが、道高は、高子との間に生まれた。 内大臣、これ地下、中納言高家、県大相図、高支援、皇后邸氏ら諸市場を着景として優遇した。これは高子が帝士をはじめとする、皇が根となる娘を四人産んだことが大きいと思われる。高家の子孫からは、水瀬家と傍門家が同情家に列した。傍門家は、室町時代に断絶となったが、水瀬家は文家も含めて、うり家として小屋を排出して、 明治維新まで続き、各家は死者区に列せられた。西郷隆盛も、高家流菊池氏の末裔と称しており、西郷家の隆氏は道隆に由来すると考えられる。ありがとうございます。